別に PC に特に詳しくない、一回だけ自作パソコンしたことある、ちょいちょいパソコンいじる勢から見た、パソコンのスペック紹介していきます。まあ紹介していくのは我々リドルの妄想をしてくださっているゲベルインフィニティさんのパソコンですね。絶賛提供中でございます。で、僕らが使っているのは一番いいやつで、これ特典ね。まず特典見てみんな。はい、圧倒的な人気を誇る e スポーツストリーマーボドカ率いるプロ e スポーツゲーミングチーム。ああいいね。リドルとレベルインフィニティ、やっぱ圧倒的な人気を誇る e スポーツストリーマーっていいね、がコラボレーション。はい、あとはいいです。で、これもらえます。僕持ってます。飾ってあります。これ普通にあの L サイズだから、ちょっと俺にはちっちゃいけど、だからデザインは好きだから飾ってある。で、色これいいです。ただあの僕以外誰もこの色設定してません。アホどもはこの色設定なんか一つもしてません。で、プラスあいつら確か Windows の認証すらしてないからね、何もいじってない。ただ色がいい色になります。ただ別にこれに関してはリドルモデル買ったから黄色にしかできないとかじゃなくて、リドルモデル買ったけどちょっとゼータ好きだなとかだったらゼータの色に変えたり、緑に変えたりみたいな、緑だったっけ、ゼータの色って変えたり、なんか赤がいいなと思ったら赤に変えたりできます。これは何色でも変えれます。これはいいでしょ。あ、これね、 RGB ビルドってやつ、これ簡単です。説明書入ってます。で、ラインナップこちらです。で、多分提供していただいたのはあの一番いいやつなんで、あ、これですね。これです。あのとんでもないで出します。レベルインフィニティレベル RX R7X5、LCR59W、なんちゃらかんちゃらかんちゃらリドルです。 Windows 10 ホーム、これ関係ないですね。Ryzen の CPU 僕わかんないです。インテル使ってましたずっと。で、 AMDDDR4、これだ、ここ、何を見ればいいかっていうと、メモリーと、SSD。ゲーム、まあ、SSD。で、ここはまあ、後で付ければいいし、外付けがあるし、内蔵はできないんだけど、後から。外付けがあるから大丈夫。で、あとここ。ここ。ここは、まあ、なんか、そんなに見なくていいかも。あの普通に売ってるやつなら、こことメモリと SSD のサイズとグラボのなんていう容量、グラボのなんていうのグレードの3つを見れば大体大丈夫です。で、ゲームするなら最低16かな、最低16ギガ。だから一番最下のエントリーモデルだとこれとか、普通にゲーム動くはず。なんでも。配信しない人。配信しない人は全然これで動く。メモリ16GB。配信しないなら大丈夫。で、500GB。ちょっとこれは、まあ、いっぱいゲーム入れると怖いね。Apex 確か、オリジンでも Steam でも100まではいかないけど、まあ、だいたい2桁後半ぐらいはあったはずだから、ちょっと怖いね。で、これは DVD スーパーマルチって書いてあるから多分 DVD の入れるところがある。そう、これは DVD とか見れます。で、ここ。3050。今30シリーズが最新シリーズだったはずなんで、30シリーズなら大体動きます。大体何でも動きます。なんで、本当にエントリーモデル。配信とか別に興味ない。まずパソコン触ってゲームしたいって人全然これで大丈夫。次、メモリーは32あれば、32あれば配信は問題ない。てか、俺は今問題ないから。問題ない。ただ、60あっても別に、確かカスタマイズできるはずだから、基本構成からカスタマイズ。だから、ここで、CPU クーラーは変えれない。で、メモリーを変えれます。128、64。あ、違う、64、128。で、なんか動画編集とか確かする人は、64は欲しいのかな？で、もっとがっつりサクサクしたいのは128みたいな感じだと思う、イメージ。配信だったら64で問題ない。で、
リドルコラボ、光るやつだと、光るやつで言うと、3060で十分サクサク動くから、これを、32ギガにカスタマイズすれば、とりあえず、配信もできる、ゲームもサクサク動く、まあ動画編集はちょっとわからんな。けど、まあ大体使えるパソコンになるんじゃないか。大体のものに使える。これを、32、どっちが安いんだろう。これ、こっちの方が安いかな。おすすめにするか。にすると、あ、すぐ変わったね。ちょっとで、値段上がるけど、16000円上がるけど、今僕ら4人が持ってるパソコン、ゆきおは 2PC だけど、なおへしと俺が持ってるのは 32GB だから、それで実際誰も重くなってないし、配信困ってないから、32あれば十分。だから、プラス16000円すれば十分です。こんなことしなくていい。こんなことしなくていい。で、これも別に十分。大丈夫。最初は大丈夫。で、足りんくなったら外付けで買えばいい。今そんな高くないから。そうね。あとは、まあ大体なしでいいかな。こういうのも外付けで大体できるから。買わなくてです。ただこれ注意してほしい。ちょいちょい部屋に Wi-Fi しかないって人いるんだよ。これ結構大事よ。部屋に Wi-Fi しかない、飛んでないって人いるけど、基本的に LAN の線いるから、ね。この Wi-Fi、モデムのとこから、LAN の線を引っ張ってくるか、Wi-Fi ルーターに刺し、になんか穴があるなら、そっから、なんかアホ長い線でもいいし、なんか家の中を穴ぶち開けて、うちの親はそれやってくれたけど、穴をガンって家の中開けて、こう部屋に通してもらうようにしないと、マジで詰むから。なんかパソコンいいの買ったけど、回線ゴミみたいな、なるから。これは絶対。まあそうだね。だから、マジで、この、16GB3060Ti1TB のやつに、このさっき言ったメモリをつければ、全然配信できるパソコンになる。で、26万ぐらいかな。ちょっと高いけど、それでも。それでも高いけど、26万ぐらい。あと、ゲーミング PC 買おうと思ったら、これだけじゃ終わんないんだよ。だからさっきのこれやるじゃん。これ買います。これの、まあ、最低スペックで、これだけつけます。ってなって、25万6千円でしょ？モニター買うでしょ？まあ2万にしよう。2万。2万にしよう。とりあえず2万。モニターでしょ？ 2万。はい、じゃあ、マウス1万円です。キーボード。まあ、どんくらい動いたかな、まあ、1万かな。で、マウスパッド、まあ、5000円します。で、ゲーミングチェア。まあ、安いので2万円。で、イヤホン、ヘッドセット、1万円します。こうなります。一気に。何円プラス？まあ、だいたい、8万いかないぐらい。7万ちょいぐらい。7万5千円か。7万5千円、他でかかります。なので、あんまり甘く見ない方がいいです。パソコン買えるお金あるじゃんと思って買うと事故るよ。で、そう、俺が借りたノートは、ノートは普通に強いぞ、これ。16GB、普通に 16GB ついてるから、まあ、ギリ配信もできるかな、画質落とせば。で、500GB の M.2 SSD 入ってて、3070入ってるから、ゲーム的には全然動く。で、飛行卓で、多分ゲーム用なんかな、飛行卓で。で、フル HD。で、144Hz 出るんじゃないかな、これも。超還元対象。今、超還元対象って書いてあるからね。超還元どんぐらい返ってくるんだろう。大還元キャンペーン見てみましょう。物価上昇徹底対抗、物価上昇に対抗してくるらしいです。新品パソコンゲーミング PC が期間限定で最大4000円分相当の還元プラス、その還元プログラム併用で、めっちゃ返ってくるよ。2万返ってきたら大体デバイス買えるぞ。でもほとんどじゃないこれ。
まず4000円は確定でしょ ?20、30万円買うから。ただね、超還元プログラム併用で最大2万円還元。ああ、保険に入ると、こっちかな?あ、会員で保険に入るとって感じか。まあ、とりあえず4000円は返ってきます、みんな。いっぱい戻られるよ。データもあって、父性、ゲーム、ウィズ、パルブレックス。これあれか、犬子か、犬子。ここら辺はほら、今めちゃめちゃある。USB あるね。ノーセフもある。クインテッド。めっちゃあるやん。キーもある。って感じでめっちゃあります。まあ、リドルの、あれとしては、T シャツついてきます。これ着てください、みんな。